今回ですね、久々の遠方お車買い取りの旅ということで、現在ですね朝の4時半でございます。恒例のですね早起きしてのスタートになりますが、無事買い取りの方できるかしっかり行っていきたいと思いますというところなんですけども、今回実はですね、目的地の天候が悪くてですね、これから空港に向かうんですが、飛行機が飛ぶかどうかというのがギリギリまで分かんない状況のスタートでございます。ちょっとハプニングなしでですね、無事お車買い取りできるよう祈りつつスタートしたいと思います。それではスタートいたします。羽田空港に到着しました。到着してですね、搭乗口から入ろうとしたんですが、飛行機がですね飛ぶかどうか分からないということで、搭乗口にも、入れない状況でございます。ハプニングなしでですね、状況が分かったらですね乗れるか乗れないかアナウンスされるので、無事飛べるように祈りつつロビーの方で待ちたいと思います。残念ながらですね、今アナウンスがありまして、私が乗る予定だった飛行機が雪のため、欠航になってしまいました。予約をですね2時間ずらしてですね予約が取れましたので、それまでまず飛行機に乗れるように祈って待ちたいと思います。予定変更してしましたですね、飛行機が、さらに延滞になりまして、ちょっとダメかなとは思ったんですけども、一応現状飛べるんではないかなということで搭乗口は通過できました。ちょっとこれからまだ不透明ですはありますけども、出発まで時間を待ちたいと思います。これだけ延滞しているですね現地の雪が、どれだけすごいかっていうのは、ちょっと今からかなり心配ではありますけども、無事ですねお客様の元に到着してお車が買い取りできるよう願って時間を待ってみたいと思います。今回の目的地、札幌千歳空港に到着しました。到着はしましたが、予想以上に雪がすごいですね。そしてここから電車で、お客様のところに向かう予定でしたが、電車が走っていないというハプニングなしですね、第2のハプニングに現在見舞われております。ちょっとこれからどうしようか考えておりますが、とりあえず、交通手段を探したいと思います。高速バスでですね、地下鉄まで来ることができました。これから地下鉄に乗ってお客様のところに向かいたいと思います。札幌駅に到着しました。これからまた乗り換えで向かいたいと思います。結構運休があるのでなかなか到着しません。本日宿泊するホテルに到着いたしました。今回ですね、北海道大雪ということでですね、かなり飛行機が遅れてしまったり、
電車が遅延したり運休したりと、雪に対する甘さもプラスして、かなり時間かかってしまって、お客様に、お待たせする時間を作ってしまってご迷惑をおかけしました。どうもすいませんでした。ご理解いただきまして、無事、買い取りの方はご制約いただきました。ありがとうございます。まあ、そんな交通状況もあってですね、お車の方はまた後日、陸送会社さんが、お預かりにお伺いさせていただくという形になりました。こちらの方もご迷惑をおかけしてすいません。そんな形でですね、今回買い取りをしたお車のご紹介というのはまた後日、埼玉に到着してからのご紹介になりますけども、車はですね BMW の X6M で、エアロパーツが入って走行距離も少ないと、とても魅力的な一台になりますので、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。まあ、今回ですね、こういったハプニング続きのためになりましたけども、お客様のご理解もいただきまして無事、完了でございます。また全国の皆様ですね、こういった形で回答の方私の方でお伺いさせていただきますので、ぜひ、ご検討いただいている方、メール、LINE、さまざまツールございますので、お問い合わせの方をいただければと思います。最後ですね、到着したらお車の方もご紹介させていきますので、ぜひご覧になってみてください。ありがとうございました。はい、ツッチーパフォーマンスからのミッションで、なんかグルメ食べてこいっていうことなので、北海道ならではのものを食べに行きたいと思います。実は朝から何も食べていないので、何にしようか。豚丼もいいですし、何にしようか迷いますね。お店に入ったのはスープカレーです。北海道といえばスープカレーということで、スープカレーにしました。今から楽しみです。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。スープカリー全部。はい、出発時当日の朝です。今日も雪が吹いてます。無事帰れることを祈って、空港に行きたいと思います。いや、今日も雪がすごいです。まあ、でもさすが雪国なので、まあ、雪には皆さんもう慣れてるというか強いかなというところがあります。あとは北海道地下道がすごいですね。まあ、駅から駅まで地下道で流したりして、まあ、さすがこういう対策がされてるんじゃないかなと感じました。まあ、1本入ると全然除雪されてなかったりしてます。ちょい立ち寄りの観光地、札幌時計台です。空港に向かいたいと思います。無事空港に着きましたので、ちょっと朝ごはんを食べようかなと思ってます。ジンギスカンにしようか、ラーメンにしようか、ちょっと迷う感じですね。ジンギスカンでしました。
get on your feet. Stand up, stand up.